ぜなーぜ。サルプライド2日目です。私たちは今ゆで上げ加工場に来ています。イエーイ、カニカニ、イエーイ、カニカニ。なんか最近見たフビみたいな、すごい綺麗だよ。やばいカニ、うまいカニ、やばカニ、やばい、やばカニ園、やばカニ園です。香りがめちゃくちゃいい、残り、ズバッと入ってくる感じがスッキリしてて、私はカホかな。 YK35 と呼んでください。YK35 YK35 です。いや、これアルコール入ってるんですか？入ってます。ってぐらい、わかる、本当に入ってないかのように飲めちゃう。ふんわり包み込んでくれる。確かに確かに、みゆみゆ優しさで、優しさ、みはるさん、みはるだ、みはるのまんまだ、これ、うん、みはるさんのまんまです。みはるのまんま、あれ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 、何飲んでんの？いちごのまんま、いちごのまんま、はい、いちごのまんま、かわいいじゃん、うん、でもいちごのまんま飲んでるけど、君は君のまんまの方が可愛い。ありがとうございます。甘酒で乾杯。甘酒乾杯。カホ、今日朝、うん、ホテルの大佐渡でバイキング、うん、あ、食べたね、バイキング食べたね、うん、あ、めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった。え、さ、朝からさ、海鮮種類が豊富で、そう、海鮮丼がホテルで作れるんです。いや、本当に美味しかった。マジバイキングだけでも美味しかったよね。いや、わかる。ということで、私たち2軒目に行ったのは、これ、こちらです。通り過ぎてたわ。3軒目です、すいません。ということで、制限時間1分でこのカフェの中で一番おしゃれな写真を撮っていきましょう。はい、じゃあ撮っていきます。確か、あー迷うな、でも結局可愛いよね。外だね、確かは。あ、来た来た、これ来た、来たよ。お願いします。じゃあ、マッチお願いします。せーの、じゃん。あのさ、いや、別に、なになに、悪事に手を染めるっていうのに、うん、なんでそれをやめるときは足を洗うって言うんだろう。なぜなぜ。じゃあこの松ぼっくりのように転がってるお前を俺は見つけてきたんだぜ。リンク、ウィンクね。ウィンク、ウィンクでやられたね。そう、今から俺とかくれんぼして、見つけたら二人で崇拝し、しようぜ。なんて言うの、崇拝、崇拝、参拝、参拝、参拝。
3日間たくさんの方に触れ合ったんですけど、うん、特にホテル大佐田さんには本当にお世話になって、うん、あの研修とかをさせていただいたり、本当に新鮮なあの食べ物をたくさん食べさせていただいたり、うん、本当に楽しい旅でした。ということで発表をお願いします。お願いします。やるぞって書きたいよ。頑張ったもん、めっちゃ頑張った。いっぱい踊ったし、もう大丈夫。ここじゃ勝ったし、ここは。えっ、勝ったー私が勝ちました、ウィナー、まあ、ということで負けたということで、あの際矢口にはここの場所で踊って、はい、皆さんにちゃんと PR してください、最後に。まあまあ確かに佐渡に来たからにはね、そう、してもらおう。ミュージックスタート。ということで、21:48佐渡へ渡る。終わり。